お父さんと約束したことあんの。りえちゃんが大きくなったらお家建てようって。名古屋の少女、群馬の少年、うるさい。二人の運命がクロスした時、事件が起きた。暗証番号言っちゃってくださいよ。本当に殺すぞ。嘘の暗証番号。りえちゃん、世間の人にはこんなひどい事件が起きたことを忘れてほしくありません。帯と下駄はりえちゃん。お母さんにお家を買ってあげたい。お母さんには幸せになってほしいなと。やっぱりお母さん一人にできない。べっぴんさん。ご飯ちゃんと食べてるか。ホーム、25日夜7時放送。ねえお母さん、やっぱりお家はいいね。クリスマスに贈る家族の物語。